はい、どうもこんにちは。風のクロノア実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回はですね、祖父の敵ジョーカーを倒しました、なんだけど、月の国出現、今から乗り込むぜみたいな、そんな感じでございます。ガーディウス倒しに行くのかな。ってことはこれで終わりなのかな。ビジョン6で終わりなのかな。まあ、やっていきますか。はい、行きましょう。前回10人全然助けれんかったからな。新刊5人、ビジョン1で5人、ビジョン2で3人やったからな。バフパメ伝説に継がれる人に止まって、パメラ、こっから僕たちだけで行くよ。ラッパ、ありがとうパメラ。こちらこそ、あなたたちのお役に立てて嬉しいわ。クロノはあまり無理をしてはダメよ。うん、分かってるよ。じゃあ行くか。よし行こう。ヒッパ。え？どうした？バリュー？何があった？あのヒューポが。ん？なんでもないよ。お前頼むぞ。ミノキチルートやめな。さすがに。なんとかやめさせなくちゃ。そうだな。で、歌姫を助ける。これが目的かな。これない、月の国の駅。行きましょう。ここの住人って誰だよ。月の国の住人を知らないぞ。え？なんだあのスライムナイトみたいなやつ。ここは何もないな。向こう、ああいうステージですよってのを教えてくれてるような、そんな感じか。壊せない。なんだこの色が違うんだ。ん？あ、入れる。ポイント、うわー、そういうことか。あいつに乗っていくのか。やばい、ここでやんないと。はい、落ちていいのか。これ落ちんは良さそうだな。はい、しよう。で、持って投げて、はい、やばいな、やばい。あ、マジか、こいつふざけんな。誰だ。なんで今のノリ、神人形みたいな。ノリとハッサミが作りがちな。やべえ、しくった。これまずいな。こいつ降りるか。どうしたもんかね。一旦見送って、やばくない？いや、でも危ない。オッケー、おい待ってよ。オッケー、なんだこいつ、やばい、な、やば、危ない。クリクリ、はい、オッケー。で、これが壊すことで、あ、なるほど、すべての赤色のブロックが砂に変わるのか。おしゃれだな、これ。あ、ここ戻ってきた。はいはい、次は黄色かな。こっち行ったからこっちか。はいはい、右に行って、ここに入るか。もう目の前から順々に入っていこう。一旦、なんだ、え？あ、走ったところはキラキラしてるだけか。びっくりした、なくなるんかと思った。で、ここが、なんだこれ。あ、そういう生き物なんだ。ガディウスがなんか身につけてるやつに似てんな、その、くちばしみたいな、長いくちばしみたいな。で、ここ入れるようになったから、ここに入ると。お？こっちもこっちだけ？ぐるって回ったあの、回復のとこ行くのかな？違う、下通ってる。で、ここ？はいはいはい。何？危ねえ。何してるお前。危ねえ。いや待って、それ最悪。あ、危ねえ。オッケー。回復して。ギリギリだったな、マジで。なんだよ、ふざけんな。逃げろ逃げろ。うわー、気持ち悪い。どんだけ可愛くても、そんだけいたら怖いわ。あ、え？入っていいのかな？どういうことだ。ここ入って乗って、ここ乗って、はい、回復して。助けて、
はいはいはい。あいつなんだ。やっていいの？届かん。ダメだ。ああ最悪。まあ残り14個で残機増えるから、素直に乗ろう。ちゃんとこれ取っていけそうやな。よしよし。最悪最悪だよ。滑り落ちちゃった。止まるためにオーバーランみたいなしちゃうんだよ。いやでもこれで上がるわ。はい、オッケー。オッケー。で、向こうに行くんだ。はいはいはい。この、結構この時期からじゃない？まあ、こういうディスク系のゲームになってから、容量も増えて、こう奥行きを使い出すゲーム増えたんじゃないかな。割と。まあ、3D が増えてきたからね、最悪だよ、マジで。語ってんじゃねえ。まあ、常にでもここで残機を増やし続ければ実質無限な、無限の残機。いやもう次はもう喋る暇があった。でもこれ欲しい。やっぱ欲しいよね。あの背景のなんかひび割れた岩場投げたくなるな。壊れる、壊れはせんのやろな。でもな、はい、オッケー。これで青、青か。青が壊れるのか。緑が良かったなぁ。おい！うわぁ、そっち、そういう系ね。前に進むタイプじゃないんだ。はい。これどこだよ？これ知らないな。これは知らない場所では。あ、知ってる場所だな。あ、なるほど。これで、次あれか。青に行くんだ。青が壊れたから。青こっちじゃないかな。オッケーオッケー。で、緑か黄色がなくなると。黄色かなこれ。どうだろう。この、この塔の内側をぐるぐる回ってるみたいな、そんな感じなのかな。爆弾だこれ。やっべ。あ、浮いた。最悪。至らんことした。まあでも、こっからやし。まあでも、やり方あってそうだな。はい。これちょっと様子を見る。オッケー。連鎖爆発かましていって。早くね、こいつの行動力。ちょっと待って、危ない。はい、爆発させて。いやこれでもこうか。いらんな、別に体力マックスだった。なんかあるものは全部取りたくなるっていう、ちょっとコレクター気質があるのかな俺。わかんないけど、いってえなこの野郎。危ねえ。ほんで危ねえ。これどうすんのこれ。無理じゃない、無理じゃない、これ。これ無理じゃない、これむずくない、これどうすんだよ、これ無理じゃない。まあいいや。もっオッケー。うわー、なるほど、誘爆させると。いやーそこむずいな。あの隙の民助けるのむずそう。オッケー、まず取る。すげえ、いいや。バカ、ほんとバカ。危ねえ。受け入れろ、爆発を。オッケー。オッケー。あ、もう一回いける。オッケー。でもじゃない？なるほど、こういうことか。もう一回次はこういって、はいはい、なるほど。このさ、青色の足場ってさ、もしかして青色の石像壊したから出てきたみたいな、そういうか感じなのかな、もしかして。壊す前にこのステージ入れないからわからないんだけど、とかだったらちょっとおしゃれじゃない。いった、最悪。手前からやりたかったのに。あ、嘘。え、どうすんのこれ。邪魔なんだが、あいつ壊したいのに壊さないで。あ、違う、こうか。なるほど、おしゃれ。急にパズルゲーム始まった。ここだけか、唯一かな。はい、回復いいね。で、あいつ欲しい。あ、ここだ、詰まってんの。激肝ゾーン、激肝ゾーンは一旦なんかいい感じで当たったよ。いいよ、はい、壊して。おら、いやでもじゃない、ここどうやって
勝ったと。だから一旦ここを、こう投げます。あ、すいませんでした。どうしよう。あれ欲しくね？欲しいと思う私は。いやでもこれでいいわ。あんなやついた？で、こうは。はい。はい、オッケー。多分壊れてるから。あ、危ない。おい。気持ちいいな、あれは。で、戻っていいんか、これ。こっから緑あったっけ？あぶね、死にかけだ。あぶね。おい！危ない、危ない、危ない。え？いや、ここあったっけ？いや、こっちじゃない気がするな。まあいいや、しゃあない。もう行っちゃったもん仕方ない。行こう。ただ、ガボンみたいなやつ。あいつなんとかせんと。あいつ、俺たちがやられたんだよな。なんとかして耐えなきゃいけない。後ろから来るけど、前から来るやつの方が危ないから、とりあえず投げて。もう一匹来ない？オッケー？多分後ろのやつ切れるでしょ、これ。はい、オッケー。これ重要よ。お前、残機、一応、5あるとは言えよ。5つか。あぶね。2回、1回食らってもいいっていう状況だったけど、やっぱ怖いよね。なるべく食らいたくはないからな。で、ここが行けるようになったのか？違うな。あれ？どこだ？違う。こっから次緑に行くのか？普通に。ここを行き来する感じね。なんか、これ、ね、今気づいたけど、なんかあるな。あれ、なんだ？あの奥のやつ。巨大な水晶みたいな。あるけど。で、この塔の内側を走る。多分この手前に今クロノが向いてる方に何かがあるんだろう。ここで回復させるってことはなんかやばそうだな。それなりに難しいステージだな。もうやめてよ。むずそう。ほんでなんだ、チェックポイントで2倍状態にさせて、どういうあれだ、ジャンプすると消えんのか、一定時間。残機稼ぎ倒して重要だからな。多分飛ぶまではあれ残り続ける、一定時間で飛んだらなくなる。じゃあそんな感じかな。うわそうだけどね、あぶねえ。身をもって知りました。さっきより低い。さっき71ぐらいあったのにな。やっぱ2倍ってちげえよ。1が2はね、全然違う。で、5が10だからね。5が10やばいよな。5が10のこの、やばさ、みんなに知ってほしい件について、あぶね。そうか。踏ん張りができないから。あぶね。いや、むずくなーい。いくぞ。でもこれは頑張らんといかん。危ねえ、もうダメだ。で、ちゃんと戻れ。戻れるか、これ。OK！ よしよしよし。いや、これで残機増えたんじゃないかな。うわ、やばそう。どうすんの、これ。一旦こっち乗る。で、こっち取る。で、壊す。危ねえ。はっ！オッケー、逃げだ。むずっす。もう残機、ま、体力は割りだ。なんなんあいつ、ふざけやがって。よっ。うわー、マジか。まあ。とりあえず間に合うか。あ、白は消えない。なるほど。白は消えないんだ。ありがたい。でも増えた増えた、あぶね。しかも全員助けてるし、もう言うことなしでしょ、これは。やることやったよ。で、黄色やったから、次ここ入って黄色に行くだけか。オッケー、行こう。ついに、第二階層みたいな感じかな。この上？ここ入んのか？え？入らないよ。ん？なんだこれ？何のためのこれ？あ、これ飛び越えれるようになりましたよって、ただそれだけ？ん？どこに行くべきなんだこれ？あっこ届かんしな。なんだ？赤に戻れってことか。いや、どっからどこに行くべきなのかがわからん。
これやばいな。あ、ここの黄色？ここの黄色に行けるようになった。あれ、俺こっから行け、もう分かんなくなっちゃった。一旦戻るか。やべえ、どことどこが繋がってるか忘れてしまった。でもあの黄色何の意味があるんだろう。入れるわけじゃないしな。まあ青から行ってみるか。青の上のどっか、あ、ここか。ここが行けるようになったのか。はいはいはい。オッケーオッケー。いやもう、むずそう。頭当たった。やばくないよ、別に。ちょ、いい感じ止まらないといけないな。スティック、方向キーから手を離さんといけんわ。上乗ったらね。なんだこれ。壊せるわけでもなし。あ、でも白い。あれ？音楽が変わりました。これを壊したら何かが始まるのか。行くか。壊せよ。壊すことで、上へ向かう、あれか。エレベーターみたいなやつかな、これ。オッケー。怖い終わり方したなぁ。月の民のなんか、異質感すごいな。なんか、今までいたタイプじゃなかったもんな、明らかに。見た目も。なんか、ステレオタイプの宇宙人みたいな感じかな。まあ、月だしな。宇宙だからな。まあ、太陽とか、太陽の神殿あったけど、その前のステージ。はい。OK、クリアクリア。まあ、久々に全員救出。ありがてえな。しかも、明らかに難しいステージで。まあ、道すがらあったからな。ビジョン 6-2、再生の時、プリズムの回路。プリズム。あ、だから、4色だったのか？ヒューポー様、ヒューポー様、え？様？ヒューポーに？パ、ヒューポー。この衛兵。あ、ヒューポー様、お待ちしておりました。え？クルピプ。申し訳ありません。ガーディウスなる者に国を乗っ取られてしまいました。お前、月の民なの？しかも、様つくぐらいの人なの。何？あ、何っていうタイプの精霊だったんだ。妖精か。迂闊でした。誰？ピクピパ、パピレフィ。月の女王。彼らは、歌姫レフィスを下の卵に封じ込め、悪夢のエネルギーをその中に注ぎ込んでいるのです。次、でも目はヒューポーっぽいな。全然違うわ。適当言ったわ。母上？ヒューポパピピプ、ヒューポパピ。あの卵が帰ってしまったら大変なことになってしまいます。パピ？わかりました。母上たちは下がっていてください。え？そうなん？成長したらそうなるの？こっから何？一等身から二等身とかなれるの？ヒューポ？ヒューポ？幸うつそうな、ジョーだな。目っていうか、表情が。実は僕は、え？これ、世を忍ぶ仮の姿？そりゃそんな顔するわ。眩しい。僕は月の国クレスの王子なんだ。え？忍びすぎだろ。こんな見た目から、普通の人の形からあんな丸になってたんや。だって。あ、マントある。リングの姓は仮の姿。訳あって外の世界に出ていたんだ。リングの姓になれるのすご。アホ。ごめん。今まだ訳は話せない。でもガリウスの悪事を止めるために、その、忍んだって可能性あるよね。でもきっと後でちゃんと話すから。必ずって言えよ。そこは。ほらもう、呆然、あぜん。さすがのクロノアも、口をあんぐりしてるよ。僕を信じてほしいんだ。もう少しだけ力を貸してくれないか、クロノア。まあもう貸すよ、それは。何言ってんだよ、僕たち。子供の頃からの親友だろ。そうなんだよな。すげえちっちゃい頃からなんだよな。クロノア、ありがとう。よく忍びまくったな。たまにはあれかな、クロノアが寝た後に
体がなまるとか言ってこの姿に戻ってたりしたのかな。夜とかにね。はい、母上。わふー、それじゃ、行こうか。え、おお、戻るんかい。まあ、体の中入れんからな。では、母上たちは安全なところへ。この衛兵が先に、やっぱね、守るためにね。ヒュパピ。なんでクラウチングスタートしてんの、あいつ。バイバイ。じゃあ行こうか。さあ行くぜ。うおー、音楽も。あ、こういう感じの音楽、クロノアにあるんだ。え？危ない。穴開いてた。これなんだ？砂時計で支えてるの？頑張りすぎた。で、あの後ろのやつが水晶？プリズムか。で、上に登っていく。塔を登る系、普通にむずいんだよな。その、失敗したら結構下に戻される可能性もあるし、なんなら奈落に落ちるでしょ？ひび割れてる。あ、ちょっとね、この、ちょっとこの、ダッシュして方向機離した時の、この、滑り？クロノアのこの滑り、これがやっぱ慣れんな。よ、これで容器落ちよるけんね、俺。やばそうか。いや、大丈夫。なんだ、ちょっと待って。危ねえ。最悪だよ。お、危ねえ。いや、待って、最悪ですけどね。シャッシャンじゃないよ。飛んで、はい、これもまずもらっとかんとまずくて。ふん、よくよく。オッケー、いいよ。よし、なるほど、向こうまで行ったやつが戻ってきてんのか。まあまあ行けましたよ、なんとかね。あいつなんだ、いるの、こいつは必要か。いた方がいい。届かないのか、そもそも。あ、届かねえんだな。なるほどね。まずこれ、はい。はい。いけるか、これ。よしよしよし、オッケー。むず。むずすぎる、ここ。でも、ここにもいるのがやばいわ。どうすんだよ、これ。で、こうか。はい。ハートか。あ、ここにあるな。はい、やばいやばい。いける、これ。いや無理やん。どうするのが正解だったんだ。絶対ダメージ受けるよね。あ、先に行ってくらった後にあのハートを取ればよかったのか。そしたらノーダメージだ、実質。おいおいおい、カッター投げおるって、こいつ。こいつやんないとな。危ねえ。はあ、まず乗ります。はい、うわでかいの、俺壊せるわけじゃない。うわー、よし、まずこっちだよな。でもはいはいはい、オッケー。で奥の、そうだよね、下がるよね、これが。よし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 、いいよ、流れは完璧だ。あ、でかいやつやっぱ怖えな。はい、オッケー。あ、2個あるな。なんだこれ。どういうこと ?3 つ、なんだ、何のためなんだこれ。あ、3つ全部開ければいいってこと。はいはいはい。いや、時間で？マジか。一旦こいつを。だから、こうやっと。いや、最悪。